佐賀県と宇宙航空研究開発機構 JAXA が連携した教育プログラムです。 JAXA がスクールは、佐賀県と JAXA が宇宙に関する技術やデータを農業や防災、教育など幅広い分野に生かしていく目的で開校しました。校長は佐賀県の山口知事、名誉校長には JAXA 宇宙飛行士の金井宣茂さんが就任しました。人が宇宙で生活するということだけを日頃仕事にしてますので、それ以外のことについては皆さんと一緒にこの JAXA がスクールを通して勉強したいと思っています。授業は月1回のペースで行われ、来年成果を発表する予定です。